ルル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 ル。皆さんこんにちは、杉田千尋です。今回の動画は100円ショップダイソーセリアキャンドゥで買える釣り便利グッズ2022年最新版のご紹介動画になります。今までダイソーセリアと釣りグッズの紹介動画出したんですけれども、そちらが大変ご好評いただきまして、今回は第3弾の動画になります。最近どの100円ショップでも釣りグッズが充実してきたということで、一気に全店舗私が実際に回って、あ、これ釣りで使えるなというものを皆さんにバーッと一気に紹介していきますので、最後までご覧ください。今回ご紹介するアイテムの中には100円だけではなくって200円から500円までの商品も混ざっています。最近はですね、100円ショップといっても、こんなの200円で買えるの？ 500 円で買えるの？よりクオリティの高いアイテムも混ざってきてますので、そちらの方だけご了承ください。それでは最後までご覧ください。それではまずダイソーで買ったアイテムから紹介していきたいと思います。まずは釣り具コーナーにあったものから順番に出していきます。一つ目はこちら、ルアー収納ケースですね。サイズが2展開ありまして、こっちのちっちゃい方は200円、大きい方は300円でした。中を開けるとこのように仕切るパーツが入ってまして、どんな感じで仕切るかっていうのはこのパッケージのところに参考図が書いてあるので、そちらを参考に実際にルアーを入れてみました。サイズ感的に私がよく行く釣りで合いそうなのがタチウオのジギングとかね、サワラのキャスティングだったんで、ちっちゃい方にはタチウオジギングのルアーを入れてみました。で、大きい方には結構ね、縦長のジグなんかも入りましたし、あとこういうあのキャスティングのルアーなんかも入れて、こんな感じで入っています。サイズがね2展開ありますし、いろんな釣り、いろんな用途で使えるんじゃないでしょうか。2つ目はこちら、魚つかみです。この形、ハサミみたいなこうつかみやすい形を初めて見たので今回買ってみました。開けてみます。おお、あ、思ったよりも結構開くし閉じる、すごい魚つかみやすいんじゃないですかこれ。あ、痛い。結構しっかりだし、あとこのハサミみたいになってるから、こうテコの原理でね、力をそんなに入れなくてもしっかりつかめるようになってます。価格こちら200円となっております。以前セリアで100円のフィッシュグリップも購入していたんですけれども、そちらよりもこの200円のやつの方が段違いに掴む力だったり品質っていうんですかね、いいように感じます。ここ使わない時は止めるクリップついてるんで、しっかり閉じておけるのもいいポイントですね。いつも釣りの時に使ってるやつってこういう形のものが多いんですけれども、これって結構こう持ち手の部分がトングのような感じになってるんで、力入れづらかったりする人もいると思うんですが、ハサミのような形になってると持ち慣れた形、割と初心者の方でも使いやすいんじゃないかなと思います。3つ目は一つ天野です。これはあの岩相撲がなの一つ天野マダイの釣りで使用する天野の仕掛けなんですけれども、今回100円でいっぱい売ってたので買ってみました。私が行った時にはこのオレンジカラーと赤金カラーと2色ありましたね。で、重さなんですけれども、4号から6号8号10号と割と幅広いラインナップで置いてありました。この一つ天野マダイの釣りって結構根掛かりしたりとかトラブルで切れちゃったりとかして、天野がねいっぱいないと結構不安になる釣りではあるんですけれど、釣り具屋さんで買うと1個安くても400円とか、高いのだと1000円近くするんですよ、この天野が。といくつあっても足りないなっていう時に1個100円で買えるとなると、いっぱいストック持っておけるので、私とかみたいに結構ドジする人からするとダイソーでいっぱいストックが買えるのはすごくありがたいと思って、今回たくさん買ってみました。実際にこの天野を使って行ってないので、この天野がまあ釣れるとか釣れないとかまだちょっとわからないんですが、またあの釣りに行ってみたらそちらの感想も皆さんにお伝えできたらと思います。はい、4つ目はこちら、カラビナキーフックタオルキャッチャー付きです。キャンプコーナーで見つけました。何に使うかと言いますと、ここに大きな、ね、立派なカラビナがついていまして、この下の部分にちっちゃいフィッシュグリップみたいのがついてるんですね。で、ここを押すとパカッと開きます。そこにタオルをね挟んで
ガシッと掴むとしっかり掴んでくれるんですよ。このカラビナを使ってライフジャケットだったりベルトにこちらをつけておけば、釣りの最中に手を拭いたり汚しちゃったところを掃除するのがスムーズにできるようになります。前からこのタオルをねぶら下げておくのはキーホルダーでゴムでラバーバンドみたいにできてるものとかも使ってたんですけれど、ここのキャッチする力がね結構弱いと片手取れちゃったりとかしてたんですよね。これは100円なのに結構ここがねすごいしっかりがっちり掴んでくれるので、あ、これはいいなと思って今回購入してみました。5つ目はこちらです。キーホルダータイプになっているコンパクトなゴミ箱です。以前ねこのタイプのゴミ袋を皆さんに紹介したと思うんですけれども、ペットコーナーを見た時にワンちゃんのお散歩の時に持っていくゴミ袋がこれ発見して、私ピンクがね大好きなんで、あ、これいいなと思って、しかも 1,2,3 ってもうすでに3個ロールがついてね60枚も入ってんのに100円。開けてみますね。こんな感じになってるんで、ライフジャケットつけたりタックルボックスなんかにつけててもいいと思います。で、使う時はここ簡単に引き出せるようになってるんで、こんな感じでピッと引き出してパチッと切って、この中に仕掛けのゴミとかちょっと出た食べ物の袋のゴミとかを入れておいて、ちゃんとこう綺麗にまとめておくことができます。で、6つ目なんですけれども、こちらの紐付きゴミ袋です。さっきゴミ袋紹介したじゃんって思う方もいらっしゃると思うんですけど、こちらがですね25リットル17枚入っているんですけれども、こういうね船の上でこうちっちゃいゴミ袋とかいっぱい出るじゃないですか。最近は結構ゴミをちゃんと家まで全部持って帰ってくださいねっていう船宿さんも増えてますし、あと匂いとか出るものとかもまとめて持ち帰るときに、こういうねちゃんと大きいサイズのゴミ袋が1個あるとすごく便利なんですよ。実際にどんな感じかと言いますと、もうちょっと普段から使ってるんでこちら使いかけなんですが、ここをピッと切りまして開けるとね、サイズは結構大きいです。こんな感じで、釣りが終わった後に餌が入ってた袋だったり、さっき言ってた食べ物のゴミ、仕掛けのゴミなんかも全部私はここに入れて、全部もう、じゃあ仮にこれもゴミだとして入れまして、でこっからなんですよ。これ紐がついてるんですよ。この真ん中のところね、こうキュッとやるとほっと閉まるんですよ勝手にね。で持ち手になってくれるし、さらに匂いとかさ、なんか気になるじゃないですか、釣りのゴミって。だからここの取っ手の部分を使ってギュッと結んで、さらにこうギュッと結んでおくともう完全に密封されて匂いも外に漏れないし、手で持っていけるし、一石二鳥のね。そして船も綺麗になるし、家まで綺麗に持ち帰ると便利なので、見かけたら皆さんにもぜひ手に取っていただきたいですね。お次はこちらです。レジャー用防水バッグ3リットルとこちら15リットルストラップ付き。3リットルの方が価格が200円、15リットルの方が500円です。船釣りとか、釣りに行くと少なからずこう海水がかかったりとかしてですね、荷物濡れちゃったりとかするんですけど、こういう防水のバッグって今まで結構アウトドアショップとか行くと安くても1000円2000円ぐらいかかっちゃってたと思うんですが、キャンプコーナーでこの度こちら発見しまして、あ、これは釣りにいいんじゃないかなと思って買ってみました。ちょっと開けてみます。ちっちゃいのと大きいのがあったんで、私はこう貴重品入れるのと着替えとか入れるのとで使い分けしたいなと思って2種類とも買いました。3リットルの方開けてみた感じ、こんな感じのサイズ感です。中はもうポケットとかはなくシンプルな作りになってますね。で、私はここに貴重品とかを入れようと思ってたんで、実際にじゃあ携帯とお財布と入れてくるくるっと巻いて、でパチッと止めると、おお、こんな感じにしてたら水も入んないしコンパクトに持っていけますよ。ここにちょっと重さとかちょっと大丈夫かなってのあるけど、ちっちゃいカラビナはついてますね。大きい方も開けてみます。15リットルってまあまあでかいよ。ストラップがついてます。わ、でかっ。例えばさっき入れたこの貴重品を入れて、さらに雨降った時だけ着ようかなっていう時のレインとか入れて締めまして、さっきと同じようにここも閉じると。で、このストラップ、ここと
ここにつけて、ちゃんとサイズ調整もできるようになってるんで、調整して、あ、いいね、これこんな感じでこう背負えるようになってます。竿とか持ってると結構両手が塞がるので、荷物をこういう風な感じで持っていけるとすごい便利ですね。じゃあこれ水を通さないのどうなのっていうところなんで、実際に今から水をかけてみます。水を防いでくれるのか実際に試してみたいと思います。素材は一緒なんで、ちっちゃい方でやっていきます。水弾いてます、思いっきり。さあ結構しっかり濡らしましたよ。はい、裏返してみましょうか。はい、一滴も水がついていません。これだけがっつり水がかかって中に一滴も水が入ってないなら、生活防水って書いてありましたけれども、ここからジャバッと入れない限りはお水通さないと言ってもいいと思います。荷物もたっぷり入るし防水もしっかりできるということで、こちらねすごくいいんじゃないでしょうか。次がこちらです。連結できる多用途ネット、野菜干し、果物干しときたら魚も干せるでしょっていうことで今回買ってみました。こちら価格は200円となっております。連結できるってことなんですけど、まあ、今回はねちょこっと作れればいいかなということで1個、結構大きいですよ。アジとかだったらね4枚ぐらいは入るかな、イカだったら3倍ぐらいは入るかなっていうのは、そんなサイズ感になっております。なんでこちらを買ったかというと、うちでですね、もともと使ってるこの紐のネットと見た目がそっくりじゃないかということで、買いました。これネットで700円、800円弱ぐらいで購入したんですけど、まあ紐の干すの専用なんですけれど、サイズ感がね、若干狭いと言いますか、大きな魚をこうドーンって干すのは無理なんですよ。ちっちゃい魚をね、だんだんに並べて干すことはできるけども、逆にこの200円で買ったやつだったら、大きな、例えば金目鯛とかさ、こうバッと開いて干せるんじゃないかなと思って、そういう用途で使ってみたくって買いました。外にお魚干すときって、なんでこういうネットが必要なのかなって思う人もいると思うんですが、以前ですね、都内ですよ、私。魚を直に干したことがありまして、半日ぐらい放置したらね、気づいたら肺に卵を生まれてたことがありました。ちゃんとお魚外に干すときはこういう保護してくれてるものの中に入れた方がいいと思うので、200円で買えますんでね、皆さんも見かけたらぜひ買ってみてください。はい、お次は防水エプロン200円です。水をね弾いてくれるエプロンがずっと欲しかったんですよね。魚をさばくとき結構こう血が跳ねたりとか、鱗も飛び散ったりとか、まああと一番魚の匂いとかもついたりするじゃないですか。で家でこうお気に入りのエプロンなんか使ってると、それが魚臭くなるのもちょっと嫌だなっていうのもあったけれども、だからといって魚をさばくために高いエプロン買いたくないなっていうのも正直ありました。でそしたら200円っていうお手頃価格で見つけたんで今回買ってみました。ちょっとつけてみますね。お、あ、すごい、ちゃんとねこれ裏地がビニールになってるんで絶対水を通さない仕様になってます。魚屋さんみたいだよ、首のこう長さ調節をしてさ、あ、意外としかも長さもちゃんとありますね。お、こんな感じでバッチリですよ。ここら辺から全然マグロさばくのも怖くないって感じで、これから愛用していきたいと思います。ちゃんとねポケットもついてますよ、200円なのに。すごい。はい、お次は珪藻土水切りマットです。330円です。全く同じだと思うんですけれど、こちらのダイソーとキャンドゥにも売ってました。価格も一緒です。これはですね、釣り終わった後に片付けした洗ったリールとか、あとルアーとか乾かす時にいつも家で使ってるんですけど、最近お風呂のバスマットとかって結構珪藻土が主流だと思うんですけれども、そちらをこれぐらいコンパクトにしてくれていて、なんでねちょうどいいんですよ。ここにリールを置いたりルアーこう並べて置いたりして、こう湿気という湿気をね吸い取ってくれるので、しっかり乾かさなきゃいけないものを置くっていう時にはねすごく便利です。キャンドゥの方も開けてみますか。一緒ですね。キャンドゥの方にはヤスリが一緒に入ってました。若干違うけれどもほぼほぼ一緒です。釣り具を収納しているところとかね、片しているところにポンと置いてみてはいかがでしょうか。続きましてこちら紙石鹸
懐かしくないですか？結構ね、女子はあの小学校の時にこの紙石鹸友達と交換したりとかするの流行ってたんですよ。これはですね、アウトドアコーナーにあったんですけれど、旅行先など外出時に便利なポケットサイズの持ち歩ける紙石鹸ということで、どういうところで使うかというと、こうケースに入ってるんですけど、パカッと開けるとこういう感じで紙でね、こう入ってるんですよ、石鹸が。すっごいいい匂いなんですけど、これを結構船釣りの時とかだと餌釣りでね、あの手がすごい匂いが臭くなっちゃったりとかするじゃないですか。そういう時に少量の水でハンドソープ、持ち歩いてなくてもこの紙石鹸があれば手を清潔に綺麗に保つことができるということで、すごくいいなと思って買いました。実際に洗ってみますので、そちらもご覧ください。船のホースの水ってこんぐらいじゃないですか。こっから1枚紙石鹸出します。手の上に乗せて、ちょろっとこんな感じで水を乗せてですね、泡立てます。ともうちょっとのお水なのにこんだけ泡立つんですよ。あとはもうこれをささっと洗い流してば手がきれいになります。匂いもすごいいい匂い。どうですか、これ良くないですか？結構ね、匂いもたくさんありますし、持ってて邪魔になることはないと思うので、餌釣りとかね、よくされてる皆さんにはぜひ持っていただきたいアイテムとなっております。続きましてこちらです。扇風機カバー、何に使うのって思いますよね。先に開けたものがありますんで、どういう風に使うかやっていきたいと思います。船釣りでたくさん数が釣れる釣り物、アジ釣りとか、まあ、白ギスとか、あとこの間のあのヨリフグ釣りなんかもそうなんですけど、数釣りをする釣り物だとこうだんだんお水こうやって入ってて、魚もいっぱい入ってきたらカバーがないとピョコ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 魚が逃げちゃったりとかするじゃないですか。船でタオル乗っけてる人とかよく見たことあったんですけれど、これいいんじゃないかなと思って、このバケツのサイズ小ぶりではあるんですけれども、この扇風機カバーかなり広がりますんで、船の大きなバケツにも対応できるかと思います。このようにですね、かぶせまして、こういう状態になります。これでまず魚は逃げませんし、じゃあ入れる時どうすんのっていうと、ちょっとこう結構ねゴムがしっかりしてるんで、ちょっとずらしてもこうバチッて外れるってことはないです。ちょこっとだけずらしてあげて、この隙間から魚をどんどん入れていくと。でここにカバーがついてるから魚も逃げにくくなるよっていう、あの私のアイデアでこうやってみようかなと思ったものなんですけれども、釣り船に置いてあるバケツとかだとこうサイドにこう穴が開いてて、まあ、ここからホースがこう入って水が溜まるっていうところも多いので、上がこう全部閉まってても問題ないんですけれど、もし仮にその穴がないよっていうところでも、こうちょこっと開けてこっからホースの穴通してこっからお魚入れてれば、まあ問題なく魚は入れられますし、船でよく見るのはなんかこの中心だけ穴が開いててちゃんとこう閉まってる、こう網網の専用のこの魚を入れるカバーみたいな持ってる方も見かけたことあるんですけど、それがどこで売ってるのかもわからなかったのと、これ100円なんで試してみる価値はあるかなと思って今回買ってみました。これ網なので使い終わった後はもう取ってちょっと洗ってこうギューって絞ればもうこれぐらいコンパクトに持って帰れるので、あとはもう干しておけばね何回でも使えますし、100円なんでまあちょっと穴開いちゃったりボロボロになっちゃったりとかしたら新しいものに買い替えるっていうこともできるので、しばらくはちょっと私カズ釣りの時はこれ使ってみようと思います。お次はセリアで買ったアイテムを紹介していきたいと思います。まずはこちらです。タックルボックスに付くロッドホルダー、そのままなんですけれども、よくバケットマウスとかにねこう付いてるロッドホルダーだと思うんですけど、100円でした。普通に買うと2000円ぐらいすると思うんですけども、もしこれでねちゃんとさせて使えるならすごくいいじゃんと思って、実際にタックルボックスに付けてみたいと思います。後ろがこんな感じにクリップ式になってるんで、まあ、どんなタックルボックスだったりバケットマウスとかでも付けられそうな形にはなってますね。じゃああえて今回こちらのですね、いつも使ってるタックルボックスに、これはもともと付けてあったものなんですけど、こっちの横にね比べる意味で付けてみたいと思います。よいしょ、ちゃんと付くかしら。よいしょ、あ、ついたぞ。あ、ついた、ついたけどもあ、これしかも閉まんない。あ、ちょっと普通のあのこういった形のケースだとちょっと
つけられなさそうなんで、バケットマウス持ってきます。持ってきました、バケットマウス。多分このサイズ想定で作られてますね。ここにバチッとつけられると、サイズもぴったりです。反対側にね、もともとつけてあるものがあるんですけど、それに比べると小ぶりではありますが、まあロッドはさせそうですね。ここにね、まあ補助的な感じでサブでね、つける分にはいいんじゃないかなと思います。お次がタコすって、エギタコ釣りの時に使うすってですね。1個100円です。カラーが3色あったので3色とも買ってみました。お、針がねこんな感じです。こう引っ掛けるような感じになってて、ちょっとこう丸みを帯びたフォルムになってます。エギタコ釣りはね、もう結構釣り根がかりランキング第1位に入るんじゃないかなっていうぐらい根がかりをねしてしまう釣りなんですけれど、私とかエギをたくさんつけてやりたいタイプなので、朝一の投入で根がかりをしてしまうと、もうそこで一気に3000円分4000円分さよならみたいなことがねあるので、タコエギも1個安いのでも400円ぐらいしますんで、それがこう1個100円でね買えるってなるとありがたいなと思います。全部が全部高級なエギをつけるのではなくて、今までは100円のエギ、イカを釣る用のただのエギとかをねつけたりもしていたんですけれど、タコを釣る専門のすってが販売されたということでね、今度からこれをレパートリーに加えてつけていきたいなと思います。実調で使ってないので何とも言えないんですけれども、ちょっと一個気になるのはですね、針の部分が結構鋭くないというか、見た感じですよ、まだ実際魚かけてないので何とも言えないんですけど、これぐらい触っても刺さらないので、もしかしたら引っ掛けるっていうところに関しては若干弱いかもしれないんですけれど、いろんなものつけた中の一つとして入れておく分にはいいんじゃないかなと思います。またこちらも使ってみたら皆さんにどうだったかお伝えします。お次はこちら、リング付きグリップバンド、いわゆる竿につけるベルトですね。竿を海に落とさないためにつけるベルトなんですけれども、こちらとこちらのスプリングコード、カラビナタイプ、その先につけるコードですね。こちらを一気にご紹介します。タックルね、うっかりポロッと海に落としちゃったりすると大変なので、シリテロープと言われる紐をつけてる人が多いと思うんですけれども、もちろん大物釣りの時なんかはしっかりしたロープじゃないと不安なんですけど、カワハギとかフグとかちっちゃい手持ちの小物の釣りなんかはこういうベルトとコードがあればしっかりつないでおけるのでいいんじゃないかなと思います。いつも使ってるフグ竿につけてみたいと思います。ちょっとここの部分にこれね、しっかりつけとかないと意味ないですから、キュッと締めてつきました。このリング入れるときはプライヤーとか使えばすぐ入れられるんで、はい、こんな感じでつけられましたと。でここにつけて、まあこんな感じでしっかり合わせとかもしながらもここをつけておけて、もし海にポロッとなっても落ちないでいてくれると、そういう感じで使います。だちょっとね、ちょっとこう可動域っていうんですかね、長さが若干これだと短いかなっていう感じがあったので、釣り具コーナーではないんですけれど、もうちょっと長いコードも買ってきました。こっちが強力スプリングコードって書いてあって、中にワイヤーが入ってるタイプなので重さに強いタイプになってまして、こっちは長いです。単純に今つけてるやつよりも長さがだいぶ長いので買いました。今回重さっていうよりもちょっと長さなので、こっちもつけてみたいと思います。つけられました。こっちの方がね、全然やっぱり可動域は広いですね。長さもしっかり長いですし、すごくタックルが軽いものを固定する時用のシリテロープとロッドベルト用として購入しました。やべー、西日がちょっともういいか。続きまして、キャンドゥで買ったアイテムをご紹介していきます。キャンドゥもですね、最近釣り具コーナーがすごく充実しているという噂を聞きまして、今回大きな店舗に見に行ってみたんですけれども、ブラックバスとかね、あとプラグとかはすごくたくさんあったんですけど、私がいつも行く船釣りで使えそうなものっていうのがあんまりなかったので、その中でも特にね、これいいじゃんっていうのが1個あったんで、そちらをまずご紹介します。こちらです。3段パーツケースとなってまして、まあ、ちょっと良かったんで2色買いしたんですけれども、中身開けてみたいと思います。パカッと開けて、まず1段目、ここにこう4つ四
仕切りがついててこう小物入れられるようになってるんで、まあ、ここにちっちゃいサルカンとかね入れてもいいかなと思います。でさらにここを開けるとこっちにね平たく大きな何かを入れられるようになってるんで、まあ、ここに三つ股サルカンとかあとこっちに入りきらないサイズの大きなサルカン入れてもいいと思います。でここ針入れたりとかあとちょっと長さがあるようなねパーツなんかも入れられるようになってます。でちゃんとこうしまうときは3台になって最後お弁当箱みたいにパカッと閉じられるというような作りになってるんで、これねちょっと使い分けしたいなと思ったんで2つ買いました。はい、お次はこちらの洗濯ネットです。サイズは一番大きいのを選びました。何釣りで使うかと言いますとタコ釣りですね。中にタコを入れて持って帰るのに使います。タコってすぐ逃げるのでタコのネット専用で釣り具屋さんで私購入していつも使ってたんですけれども、100円で買うのでも大丈夫じゃないかなと思って今回買ってみました。一番大きいの選んだんでしっかりしてますね。ここにチャックがついててチャックでこう開けてタコ入れてこう締められると。大事なのはねあのここの部分ちゃんと端っこの端まで締められるようになってるんで、これでタコがね脱走しないでいてくれるということですね。ここがあんまりあのしっかり締まんないやつだとタコってこれぐらいのちっこい隙間でもどんどん脱走していくのでここだけ要注意です。タコ釣りに行くと船宿さんがご厚意でもともと用意してくれてる網もあるんですけど、それはだいたいこういうチャックとかじゃなくってこう手でキュッとね結ぶタイプだったりするんで、タコが釣れた時に入れるのがねちょっと大変なんですよ。なんでこうチャックタイプの方が楽ですね。でチャックの方が楽じゃんと思って前に釣り具店さんで購入したやつがこれ、形そっくりじゃないですか。これ1000円ぐらいで買ったんですけど、ここが閉まるようになってて同じようにこう開けてタコを入れるっていうのなんですけど、これでね1000円なら形もそっくりだしこの100円で買えるこちらの洗濯ネットでも十分代用できるんじゃないかなと思います。それではお次で最後になります。こちらです。組み立て簡単折りたたみボックス、レジのカゴみたいなやつです。以前ダイソーで折りたたまってない普通のカゴタイプのものをご紹介したんですけど、釣りの道具片付けるときにすごい便利なんですよ。なんで今回折りたたみタイプが売ってたんでこちらキャンドゥで購入してみました。ダイソーでも色違いで全く同じやつが売ってました。価格は500円です。こちら耐久5キロまでって書いてあるんで、ものすっごい重いものとかは入れられないんですけれども、大体のあの釣りの小物とかならね入れても大丈夫だと思います。すごい簡単に組み立てられますね。パチッと止めて、はい、こんな感じまあここにこう釣り終わりに使ったハサミとかキーパーとかあとちょっとしたフィッシュグリップとか全部入れて、船宿さんによってはあの上がって港でこうホースとか貸してくれるところあるんで、釣りが終わったら使ったもの全部入れて港戻ってそのホースでパーッとここ全部空いてるので水はけいいので、ここでこう洗って汚れを落とした状態で持って帰れば、家に帰ったらあと乾かすだけでいいので、すごく片付けが楽になると思ってこちら購入しました。で使い終わったらまたここをパチッと外して簡単にこう折りたたんでしまっておけるのもいいですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。2022年100円ショップで買える釣り便利グッズの紹介動画でした。目まぐるしくですね100円ショップでも釣り道具だったり釣りで使える便利グッズ増えてきてますので、半年に1回ぐらいはこういったの紹介コーナー今後もやっていけたらなと思っています。皆さんのアイデアでこれとこれ組み合わせたらこんな風に使えるよとか、どこどこで売ってる100円の釣りグッズすごい良かったよとかがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。ということで今回は以上です。またね。ご視聴ありがとうございます。ちーちゃんフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターもやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。また釣り場でお会いしましょう。